ったら。ビビリバカよ。600円。ご遠慮いただいております。最後の5曲目の7だけ撮影許可をいただいておりますので、それまでちょっとごめんなさいね。前半は我慢していただいて、最後の曲は皆さん撮影 OK ということでございますので。やっぱりねだ。2017函館クリスマスファンタジーではこの後素敵なオープニングセレモニーが行われます。花を添えてくれますゲスト5人組ダンス&ボーカルグループ LOL の皆さんがこのオープニングセレモニーでスペシャルライブをこの後行ってくれます。それでは改めて LOL をご紹介します。 LOL は人を笑顔に感動させるグループになりたいという思いを込めた男女混成ダンス&ボーカルグループ。2015年第57回輝く日本レコード大賞新人賞受賞。今年の8月2日にはファーストアルバム LOLOL をリリース。10代20代の若者を中心に人気が急上昇中のアーティストです。まもなく12月6日には最新シングル会いたい気持ち77をリリース予定。この77の際に皆さん撮影 OK ですからね、ラストの曲になります。今日のステージでもその最新シングルからの楽曲も演奏してくれるということですね。さあそれではお待たせいたしました。 LOL によりますスペシャルライブ、はい、ゆっくり。